はいどうも、フルロです。今回はですね、ゴトパズやっていきたいと思いますが、なんと、まあこれ見たら分かる通り、120連引いてました。それも取ってたつもりだったんですが、取れてませんでした。この僕のカメラの方がね、取れてなかったんです。さすがにね、120連なんで、こんなガチャの画像動画だけね流してもちょっとあれだと思ったんで、はい、ちょっとここでこう報告させていただいて、でその120連の前の無料単発のところでまず樹が出まして、で120連で四つ葉とミクが出て、確定チケットでニノが出たという、はい、状況です。はい、なのであと1かが当たればコンプと、初のコンプということのところまで来て、はい、終わったんですが、まあ本当クリスマスね、僕楽しみにしてたので非常にそれが取れてなくて本当残念だったんですけども、はい、ここからあとラスト1かを狙って残り、はい、このあ、これじゃない遅刻しちゃうよ、走って走って、こちら75連引いて最後確定チケットまで行って終わりにしたいと思います。はい、なのでこの中で、はい、引けたら嬉しいなと思います。はい、ということで行きます。あと1かが出れば終わりですから、コンプですからね、夢のコンプ、マジで夢のコンプよ。今まで1年以上やってきてね、コンプは一つもないんですけど、はい、ここで初のクリスマスコンプという偉業を成し遂げたいなと思います。まあね、ほんと取れてなかったのでね、なんとも言えないんですけど、それ120年の中でも、それ以外は星5自体は樹の私服が出たかな、確か星5はね、それ以外は全く出ませんでした。全く出ませんでしたねなのでここでなんとか、だからかぶりもなかったんですよ、全部1枚ずつですね、クリスマスサンタは。いやもうさ、この衣装はもう最高じゃん、やっぱり。去年もそうだったけど、去年のクリスマスもめちゃめちゃテンション上がって引いたんですけど、何連したんだろう去年は。でも去年って確かこの確定チケット引き換えのやつで多分なかったと思うんですよね、多分今年に入ってからだったと思うので、なのでやっぱねめちゃめちゃ不安になりながら引いてた覚えがあります。だからイベントクエストでももらえてなかったんで、だから本当ない時はなしっていう感じで、はい、そんな感じですしたね去年は。でも今年はやっぱね、確定チケット2枚というか、イベントの中でポイント報酬で1枚もらえて、で引き換えもできるということなんで、まあ非常に去年よりは、まあ、最近はずっとそうですけど当てやすくなってるなっていうのはありますよね。ただその分違うね、いやもう寒いのよ、もう暑くないのよ。その分ね、やっぱイベントの報酬がね、ちょっとね、花嫁コインの方がね、やっぱり減らされてしまったので、まあまあでも今までは本当引けすぎてたかなっていうのは正直あるので、まあそこに関してはもうね、はい、しょうがないかなと思います。だってね、今でも100は引けるわけでしょ、確か報酬で100は引けるはずなんで、でそのそれと花嫁コイン、まあ今しかもクエスト数が減っちゃったんでね、1は今まで15話だったのが今10話になって、
しかもあの、なんだろう、コンプリート報酬みたいなやつも一つしかもらえないんでね、まあ、かなり減らされたと、はい、思いますけど、まあまあそれはもうね、しょうがないかなと、はい、個人的にはもうしょうがないかなと思ってます。その分なんかメダル、ガチャメダルが報酬としてはもらえてるんで、まあもう一個らしいですね。頼む、1か1か、頼む1か、あと1かだけなんだ、マジであと1かだけ、1か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 、ザアさん1か、ザアさん頼む。いや出ないっすね、やっぱ。あと20連、25連か、頼む、マジで頼む、ちょうだい、コンプちょうだい、コンプコンプちょうだい、マジでコンプお願いします。1か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 
カットイン、カットイン、カットイン、カットイン。さあラスト10連いきます。いちかいちかいちか、マジでいちか、いちか来い、お願い、マジでお願い、欲しいんだよ、クリスマスコンプしたい、お願い、本当にお願い、お願い、お願い、初のコンプクリスマスにさせてください、お願いします、マジでお願いします。はい、まあラスト5連しますね。まあなあ、そんな簡単じゃねえよな。4枚はね、なん、うん、1、2回あるんですよ。4人は1、2回あって、ただ5人全員ってのはやっぱ今までないので、まあ、あれだけ引かしてもらってますけどね、出ないですね。毎回やっぱ200は引いてる気がするので、はい、ということで一かサンタ狙ってこちら引き換え、そう、この子が欲しいんです、この子が欲しいんです。今日はクリスマスだから特別、マジで一かだけ、一かサンタだけお願いしますね。これ本当にプレゼントの中身は、四つ葉可愛いんだよね、これ。ケーキの上からの、みんな可愛いんだけどさ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃみんな可愛い。いちかさんだ、来い、いちかさんだ、いちかさんだ、いちか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 の声。津田さん、来て、お願いします。まあでも いつきもね、はい、まあ、これキラー時できるので、まあ、そういう意味では前向きに考えたいなと思いますし、まあまあ復刻来るんでね、きっとその時に運よく1か出たら嬉しいなって感じですね、はい、悔しいですけどね、まあ、やっぱ狙える状況だったんで、はい、ということで今回75連プラス確定チケット引かせていただきましたけども、75連は、バクチと確定チケットも5期2枚目となりまして、はい、今回は
一回以外が出た、そんなイベントガチャでした。はい、ということで本当にね120連分の動画はね本当に、出したかったんですけども、本当に僕の完全なミスで、はい、出さなくて本当に申し訳ありませんでした。はい、今回の動画ね最後まで見ていただいた皆さんは本当にありがとうございます。はい、ということでまあこれからクリスマス年末年始ときますけども、フルガムの動画もよろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ、メリークリスマス。